V ジャンプ公式ニュース小池美です。よろしくお願いします。そして V ロンダ V、この V ジャンプで公式ニュースでは毎日18時にジャンプに関するニュースをお届けする V、うんうん、というわけで早速月曜日のテーマを発表していく V、 お願いします。 V ジャンプレイ公式ニュース月曜日のテーマはデレデレデレデデン、少年ジャンプのひらぶ。ありがとうございます。声大きいね。今日も声大きいね小池。嬉しい。ジャンプってさ、少年ジャンプがね、結構もうずっと読んできたというかね。そうだね、もうずっと少年だよね。そう、少年の心がね、もう残ってる、うん、少年ではないけどね、多分私もずっと少年なんだよね。まあまあ、まあ、心がもう成長してない。11歳、若いね。よくこの世界やってきてるね。たまに弊害もある。それはあんま触れないとこは。小池が今注目してる作品とか、はい、そういうのってある部位か。なんだろう、あ、注目っていうか私のこうまた自分の話になっちゃうんだけど、EVEV、直撃の相馬。直撃の相馬、はい、そう、はいはいはい、私お料理が大好きで、もともと栄養士の資格も持ってるの、うん、そんでだからもう相馬とか見てて、うわーこれ分かる分かるって思ったんだけど、その中でひときわ輝く美しい美女エリナ様。キャラの話ね。エリナ様が、うん、可愛すぎて、可愛いね、あのもうエリナ様が美しすぎて、もう、うん、あの普通は多分今までの自分だったら、うん、エリナ様になりたいっていうこうマインドになってくと思うの。あ、でももう違うの、エリナ様を支えたいって思って。あ、もう崇拝というか。そうで、エリナ様 の、 あのこう秘書やってるひさこちゃんが薬膳料理 の、 あのエキスパートなの、うん、それで私薬膳コーディネーターの資格取ったんだよね。もうエリナ様を支えてるひさこちゃんももうすごいわけじゃない。まあまあ、ね、それと同じになりたくて薬膳の勉強をして資格を取って今エリナ様を支えてます。いや、もう秘書の感じで生きてる、はい、というわけで、はい、今日の企画は5秒でジャンプキャラ書いてみよう。おお、小池にはこのコーナーで描きたいジャンプ作品のキャラクターを5秒で描いてもらってね、はいはいはい、それを、まあ、V ロンが当てるという。おー、これまた V ロンと絆深まるやつだね。絆深まるし2人のジャンプ愛も深まるんじゃないかという。ちょっと任せてくださいよ。じゃあいくよ、うん、よーいスタート。 OK、 1、2、3、4、5。待って、終了。 5? 出してください。小池 V 出してください。早い早いって。それでは5秒で描いたジャンプキャラクターオープン V、 こちらです。うわ、もう終わりだ。企画が終わった。ちょっと待って、ちょっと待って、これはでも、この青丸を考えて。これマジで使えないと思うけど、普通にドラえもんだと思ったもん、ね、おい V ロン、おい V ロン、何部位？え、ちょっと、もう5秒欲しい。じゃあもうちょっともう当てられないから、おまけでもう5秒だけあげる部位。いくよ、うん、スタート。はやはや、1、2、3、4、5。うわ、終了。はい。もう何これ、どうですか。あ、でもちょっとわかるかも。でしょ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 。これとかヒント。おうおうおう。はいはい。おお、違う違う。おうおうじゃない。おおのやつ。オッケーオッケー。これ分かったかもしれない。嬉しい。イブイか答えて。渦巻きナルト。正解。螺旋丸最初に書いたのね。そう。螺旋丸から書いちゃったの。螺旋丸から書いたからもう何にも分からない。まんまる。すごいよブイロン。これ結構良かった方がいいね。覚えておいてブイロン。必殺技が好きなの。あ、必殺技フェッチなのね。そう。うわ、すごい。うわ、ナルトってこんな目してない。見れば見るほどブサイクだね。恥ずかしい、隠したい隠したい。こんなん誰にも見せたくないよ。ってことで今日の V ジャンプレイ公式ニュースはここまで。みんな最後まで見てくれてありがとう V。みんなありがとうね。明日の18時も V ジャンプレイ公式ニュース見てね。またね。